ドミニオンタワーは、ロシアの建築物である、ドミニオンオフィスビルディングとも呼ばれる。モスクワの南東部にある、ドゥブロフカ地区のシャリコポドシプニコフスカヤ通りの5番地に、所在する。9階建てのオフィスビルであり、工業地帯の中に立地している。脱構築主義に分類される。デザインは、ロシアアバンギャルドの建築の影響を受けている。最寄り駅は、 モスクワ地下鉄のリビリンスコドミトルフスカ野戦のドゥブロフカ駅である。アトリウム建築家ザハハディットが初めてロシアに建てた作品である。設計はザハハディット及びパトリック・シューマッハによる。建設はザハハディット・アーキテクツによる。クライアントはドミニオン M である。建設業者はである。白色と黒色で構成されるアトリウムでは階段が複雑に交差している。 それぞれの木材端は、カンチレバー構造となっている。1階には、会議室があるほか、テラスを持つレストランが設けられている。建材には、壁パネルに用いられている、ドイツ製の材料などを除いて、主に、ロシア製のものが用いられている。延べ床面積は21475平方メートルであり、平均床面積は1488平方メートルである。 敷地面積は3134平方メートルである。オフィス部分の面積は1416.3平方メートルであり、共用部分の面積は3551.4平方メートルである。アトリウム面積は396.8平方メートルである。高さは36.27メートルである。2004年に構想され、2007年に建設工事が 開始されたが、2008年に世界的な経済強行の影響を受け、工事が中断される。2011年に工事が再開され、2012年以降に主要な工事が行われた。2015年の秋に建設工事が完成され、同年9月に開設された。2016年、アフィスネクストによるベストオフィスアワーズ2016のアトリウムに関連する部門で優勝する。 ありがとうございます。